青山パークタワーは東京都渋谷区にある高層マンション2003年度グッドデザイン賞受賞地上34階地下2階建ての集合住宅であり渋谷区渋谷1丁目の青山通りから明治通りへと下る西斜面に建っている倉庫数は314個駐車場台数は285台敷地面積6273平方メートルの 建設地は、梨本宮屋敷跡に建てられた朝日ガラス旧社宅の再開発であり、工事は三井建設や東急建設などからなる共同企業体によって行われた。総事業費は400億円超。容石率400%のこの地域では、高さ100メートルを超えるタワーマンションの建設は不可能であった。このため、三井不動産は、 敷地のうち3分の2を緑地として、公開緑地を増やし周辺の人通りも吸収できるようにすることで、溶石率を超える建物が建築できる、総合設計制度を活用、タワー建設を可能とした。デザインは、三井準安アソシエーツ建築設計事務所が手がけた。タワー外観は、グラデーションのあるパステル調のものとなっており、王冠、もしくはティアラを模したような長部を特徴としている。 これは遠くからでも持ち主が自分の部屋を把握できるようにとの意図を込めた。建設に際しては三井不動産と三井建設が共同開発した MAX ス工法を採用。柱には単純な鉄筋コンクリートではなく交換にコンクリートを流した CFT 柱を利用した。割高になるが頑丈なため重工の中に出っ張る柱や量が少なくなる。これで 重個内の間取りの自由度を高めた。分譲された重個は 2LDK や 3LDK が中心で平均占有面積は90.42平方メートルである。販売価格は最も安い占有面積45平方メートルの 1LDK タイプで4520万円。最高額は最上階の7億1000万円だった。重古は平均で10倍を超す倍率で即日。 完売している。マンションには3つの庭園があるほか、最上階屋上にはウッドデッキを配した展望台のスカイデッキ、スカイラウンジのほか、ゲスト用の居室、スカイスイートの共用空間も設けられた。渋谷区内最高層のマンションである。2020年にはパークコート渋谷ザタワーが竣工しにとなる予定。区内で高さメートルを超えるタワーマンションとしては、 他に、大蟹山アドレスザタワーがある。なお、名称に、青山とついているが、所在地は、港区青山ではない。これについて、三井不動産は、戦前の旧地名でこの辺りは、赤坂区青山北町7丁目。歴史的にも、青山と呼ばれるべき地域と、日経産業新聞の取材で強調している。ありがとうございます。